風を引いちゃってさ、映したくないから、今日は会えないって嘘をついた。電話の向こうでため息が漏れて、その後短くそって切れた。から隙間風が僕のランプを揺らす。弱々しくて吹けば消えそう。この狭い差し室の中、片付かない気持ちを乱雑にただ積み上げていたんだ。僕がただいまを告げる相手は僕だけさ、他の人なんかいらないよ。ただ一人ごとが増えるだけ。咳を切ったように溢れた何かが胸を埋める。怖くてヘッドフォンに閉じこもっていた。今も差し室の中、片付かない気持ちを崩れないように抱きしめてるだけ。僕がお帰りを告げる相手は僕だけさ、昔のことは知らないが、誰一人ここにはいないよ。国籍は血液型は、どこに住んでるの、好きな人はいるの。ああ僕の名前は何、国籍は血液型は、どうして生きてるの、好きな人はいるの、好きな人はいるの。僕がさよならを告げる相手は君だけさ、他の人なんかいらないよ。今から行くから、この独り言が。Oh.